はい、ギタリストの今堀義明です、京都中心に、バンドやったり曲を作ったり、ギター教室やってます、今日は機材を紹介したいと思います、去年、YouTube の、 コメント欄に書き込んでもらってこのエフェクトまたアップしてほしいということでいただいてたんですけど、ちょっとだいぶ時間かかりました。これやります、エレクトロハーモニクスの、マイクロキュートロンってやつですね、エンベロップフィルターなんですけど、まあオートワウとかそんな感じのイメージで、結構ね気に入ってるペダルです。まずモードが3つあって、ハイパスですね、ハイパスで、バンドパス、ローパスってあって、まあハイは要は、ハイ、高音がパスされるっていうことで、ハイが強調されるような、聞き具合になってます。でこの Q っていうのがちょっと分かりづらいですね。まあこっち上げると聞きがえぐく強くなるというか、こっちだとなんか狭くなる感じ で、このドライブでこのギターの入力の感度というか、このエフェクトの特徴はこの入力に対してあるとこを超えるとビッとこうフィルターが開くような感じですね。でこれで感度を調整できるんですね。例えばこうだんだん効いてきます。これはフィルターの開き具合がこう変わってくるんです。強くこの辺にしときましょう。これがハイパスですね。聞きが結構強くで、このバンドパス、これはね中域が開くみたいです。ここはちょっとね聞きが悪いです。結構ベースとかでもよく使われる、てかむしろベースの方が有名かもしれないです。ベースで使う方が。ギターはねこの辺。次、これ一番こっちはローパス。ローパスはまあこう低音がやっぱ聞きやすいですね。こういう単音カッティングの低い方の弦の気持ちです。このまあ、実際僕もここがよく一番よく使うやつかなと
こういう感じですね。だいたいこれで一通りで使い方ですよね。どんな感じで実際使ったらいいか、ちょっとねループ交えてやってみたいと思います。